はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回こちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで、前回お見せしたね S ランク契約書を引いていきたいと思います。で、これね、どうしようか迷ってたんですけど、もっと日にちが経てばさ、他のポジションの選手とか出てくるんで、まあそれまで待とうかなとか思ったんですけど、まあやっぱここでちょっと S ランク一人欲しいなという感じです。で、まあ先発か菊池が欲しいです。とりあえず押しましょうか。先発か本当菊池なら OK。 まあショートも、あ、藤田でもいいや。藤田でも OK。 藤田でもショート守れるんで、でサード守れるやつは確か誰もいないと思うんで、まあとりあえず菊池、藤田、先発、かぶってない先発、ジョンソン以外はい、まあそれだったら OK。 まあかぶってないって言っても枠いないからね、大丈夫か。はい、まあ調子くんはいないですね。ここで押したら出てくるんで、じゃあ行きましょう。狙いはまあオリックスとかだと嬉しいかな。まあでもやっぱ菊池か藤田が一番いいかな。先発もいいけど、さあ調子くん来て、誰が出る、さあさあ誰来るんだ、緊張するね。お、ピッチャー誰誰誰、お、長川来たー。長川ここで来た。ここで来た。なんかコメントとかで、なんか広島狙いで、なんか長川出ちゃったみたいな、書いてる人いっぱいいたけど、うわーどうしような。迷いますな、これは。なんか長川微妙とかでね、めっちゃ結構書いてる人いたんで、コメントとかでも。まあでも、どうなの、悪くはないと思うけどな。ちょっと能力見るか。悪くはないはずだよ。これ自チームじゃないもんね、別に。長川ね。あ、でも66、62、55、確かに微妙っちゃ微妙だよな。スカートのところで見れるよね。これで一気に見れんかな。中継ぎのところ出てこんかな。先発か。中継ぎのところで出てきてくれればパッて見やすいんですけどね。ポチポチポチって押すだけで。あ、来ましたね。はい、見てみましょうか。まあちょっと微妙な感じありますけどね。まあちょっと、あ、岸田強いな。岸田欲しかったな、普通に。まあいっか。はい、まあという感じでどうしようか。ちょっと今考えてるのは、まあとりあえず摂津を起用変更でマー君と変えて、マー君を長川と変えると。こうすれば投手全員 S と。いう感じかな。まあ一番いいのはこれかな、今現状では。とりあえずこれを変えるかな、この位置は、中継ぎ位置には。まあとりあえず、まあスピリッツとか上げたら、レベル上げたらにしようかな。はい、という感じで、ここに来てね、長川が来てしまった。来てしまったという言い方はおかしいんですか。来ました。はい、来ました。まあ広島選んでたんで、まあ仕方がないかな。出やすくなってたのかな、わかんないですけど。まあ、あとはショート。ほんと、サードだけですね。あと S 持ってないの。またね、スタートダッシュガチャもまだ残ってるんで、そこで菊池、藤田、どっちか当てて、まあ、あとはサードだけっていう状態を作りたいですね。まあ、あと先発、中継ぎももっと強化したいんで、まあ、あと抑えとか。抑えもね、まだ全然、オンドルセクなんで、まあ、能力低いんで、マッソンとか出るといいかな。岸田とかもできるのかな、抑えとかだと。まあ中継ぎだと、あとはもっといいの見ましたしね。もっといい選手揃えられるかなと思います。田島とか出てくれたら限界突破もすぐできていいんですけどね。はい、という感じで、この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、ツイキャス755もやってますので、そちらの方のフォローよろしくお願いします。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。